メガネコーラユグイスは、スズメモクコーラユグイス科に属する中型の鳥類で、ありよく目立つ。本種は、以前には、エスバーディスの一足と考えられ、英名では、単に、フィグバードと呼ばれた。オーストラリア北、東部、パプアニューギニア南部、インドネシアの海諸島の木の茂った、生息地に広範囲に分布する。全長およそ28センチメートルで、 他のコーラウグイスカの鳥と同様の外観を持つ。コーラウグイス類は、性的二なりであり、種における際はもっぱらオスに限られる。すべてのアシュのオスは、尾が黒くて、外側の歯にはっきりとした白色があり、下尾ずつは白く、初列風切りは黒みを帯び、頭部は黒く、顔の皮膚の鮮やかな赤色が目立ち、ちばしは黒くて気分が赤く、足は、桃色みを帯びる。元アシュは、 体の大部分が黄緑色で、喉、首、胸は灰色。アシュキューカレイトス、アシュバイ、フラビビントリスは元アシュより黄緑色に黄色みがあり、仮面は鮮やかな黄色。アシュ、ソルビダーリーは他のアシュに似るが、喉、襟、胸が灰色で元アシュによく似ており、そのことからオーストラリアにおいては元アシュとフラビビントリスとの間に あまり違わない中間の外観の交雑種は一部生じている。メスは泡褐色で、上面は鈍い褐色味を帯び、仮面は白くてはっきりとした暗色の島がある。また、顔の皮膚は灰色味があり、口ばしは開黒色。幼鳥はメスに似るが、仮面の島がそれほどはっきりとしていない。分布域における他の高来ウグイス類として、 茶色コーラユグイスや白ハラコーラユグイスは一見よく似るが、成長のくちばしは全体が紅色である。メガネコーラユグイスは多くの異なる短い鳴き声を上げ、さらに他の鳥類、例えばオウムや他のコーラユグイスの声を真似る。さえずりは一連の単純な鳴き声からなる。英名におけるフィグバードから示唆されるように、メガネコーラユグイスはほとんど過食性であるが、 小型の昆虫、過密、小さな種子も採取する。ほとんどが流暢で、餌の採取性に応じて移動する。ほとんどの高麗ウグイス類とは異なり、メガネ高麗ウグイスは群れを作り、批判食期には時に20から40羽の群れを形成し、また同様に少数の緩いコロニーにおいて繁殖する。薄い湾系の巣が植物素材より作られ、通常、木の比較的高い場所に置かれる。 一度に2から 4? 卵が雌雄により放乱され、一般に16から17日で孵化する。攻撃的なテ手利用中やトサカハゲミツスイに近接した映像が記録されており、それはおそらく潜在的な捕食者を巣に近づけないという利点を得るものである。メガネコーラユグイスは、時にオーストラリアニ格好による拓乱に見舞われる。伝統的にメガネコーラユグイスは、 すべて単一種の一部とみなされていたが、最近の主な専門家においてはみな、メガネコーラユグイス、チモールメガネコーラユグイス、ウェタルメガネコーラユグイスの3種に分類している。その分類は、種として測定値や、羽毛の差及び、生物地理学に基づいている。さらにメガネコーラユグイスは、時に、別個の2種として、北部のキバラメガネコーラユグイスイエローフィグバードと、 サザン・フィグバードに分割されることがあるが、二種の接する中間域が広範囲にわたっており、それらは単一の生物学的種の一部であるという考えが支持されている。メガネコーラユグイスは5ア種に分類される。ア種 SV ソルビダーリー分布域の大部分において普通種であり、多くの保護地域で見かける。それにより本種はバードライフインターナショナルや 国際自然保護連合により経度懸念に評価されている。ありがとうございます。